おひで、メラバー。さあ、今日なんですけど、はい、大好きな大好きなお父さんと一緒にできる練習方法もう紹介していっちゃおうかなと思いまして。最高ですね。最高ですよね。パパ大喜び。もう本当に名付けてパパレー。そうなんですよ、パパレー、まあ、第1弾としまして、はいはいはい、ちょっとやらせていただくんですけど、まず第1弾として僕が小さい頃、はい、まあ、お父さんと一緒に公園とかでティーバッティングとかやってたんですけど、はいはいはい、それにちょっと自分がやっていたこと経験談っていうのを、まあ、自分の悩みとこう照らし合わせてちょっと紹介していこうかなと思っております。いいじゃないですか。はい、なので僕が小さい頃悩んでた悩みをティーバッティングで解決していこうかなと思っております。はい、それでは実際にバンバン打っていきましょう。いきましょう。最後よっしゃ、パパレン、パパレン。皆さん、もうお分かりでしょうか。僕が小さい頃悩んでいた悩みの一つ目ですね、体が突っ込んでしまうということです。僕はバッティングの時にボールがこっちからピッチャー側から投げてくるのに対して自分もそれに対して迎えに行ってしまったという経験があります。なのでそれを直すためにお父さんと一緒に取り組んだ練習メニューを紹介していきます。まず僕がこう突っ込みを直した原因としましては、本来バッターであれば左足を踏み込んで打ちに行くんですけども、僕はそれが突っ込んでしまう、突っ込みすぎてしまうところがあるので右足を引いてバッティングをしていました。実際に紹介していきます。はい、右足を引いて突っ込むまで回る。はい、右足を引いて突っ込むまで回る。はい、右足を引いて突っ込むまで回る。これをずっと行っていました。バッターは左足を本当は踏み込んで打ちに行くんですけども、やっぱ自分の中のインプットとして必ず右足を引いてそこに溜めてその場で回るというのを意識していました。で今、突っ込んでしまうというお悩みを抱えているお子さん多いと思います。そんな方は右足を引いてその場で回ると言っても多少の体重移動が生まれます。それでちょうどいいんです。なので左足を出そうとしてしまうとその分自分も突っ込んでしまいますので、右足を引いてそこから打ちに行くぐらいの体重移動の比率でもうベリーグッドです。ちょうどいいんです。だから右足を引いてT打撃だったり素振りをまずは行ってみてください。お願いします。こんなに成長しました。私は、僕は、そんな声を待っています。続きまして、僕がツッコミを直した2個目の練習メニューを紹介していきます。2個目の、練習メニューはこちらの弊社のコーチ棒という商品を使っていきます。自分はポイントがどうしても前に前になりすぎてしまっていましたので、それを強制づけるためにもう右足の前でバッティングするイメージを行っていました。なのでこの右足の前にこうポイントを置いてもらって、そこをひたすらバーンと打ち続けていました。こうすることによって振り終わった後に頭がこっちに行くこともなく、突っ込みだったり開きだったりに変わることが少なくなりました。なのでこうやって自分のインパクト部分を確かめていました。こうすることによって前への突っ込みがだんだんと軽減されていって、ミート率が上がったり長打も出るようになっていきました。私はもう昔はすごい突っ込んでいました。お願いします。全てを前で打とうとしてしまって、来るボールに対して自分から突っ込んでしまいました。しかし僕はこの練習、2つの練習を行うことによってこんなに成長ができました。お願いします。ラストお願いします。よっしゃー。こうして地道な練習ですが、その2つをお父さんと一緒にやることでこんなにも成長することができます。なので今一緒の突っ込んでしまうというお悩みを抱えているお子さん、お父さん、
そんな人はこの練習を実践してかっこいいバッティングを手に入れてみてください。はい、ただいま紹介した2つの練習メニュー、私が小さい頃に突っ込んでしまうという悩みを抱えていました。そんな悩みを解決してくれた2つの練習メニューを、同じ悩みを抱えていらっしゃる全国の野球人の方々多くいらっしゃると思います。私も野球をやっているんですけども、やはり突っ込んでしまうっていう方は結構多くいらっしゃいます。なのでそんな方のためにこちらの練習メニュー、2つの練習メニューをお父さんだったり友人の方と一緒に試していただいて、どうにか悩みを解決していただいて、いいバッティング、かっこいいバッティングをして、もっともっと野球が好きになるようにやっていきましょう。今回の動画がいいな、この練習やってみたいなと思った人はチャンネル登録とコメントとグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Goodbye!